ど、氷川きよしって知ってます？知ってる人いるよね。はい、いるよね。そりゃいるよね。氷川きよしがこの間なんと小島に来てたんです。岡山に花火のところで歌ってて、その時に歌っていた曲を歌いたいと思います。途中でフーフーってところがあるんですけど、ワクワクのフーフー羽広げってところなんです。できますか？絶対やってください。はい、お願いします。絶対やってください。はい、やらなかったら、わからない、わからないよ。でも絶対やってください。よろしくお願いします。はい、それでは聴いてください。限界突破サバイバー。
いるのでちょっとしかいない。はい、19日から終業式があって、20、21、今日何日だ、22、1、2、3日、3日しか経ってないんですけど、あの友達が泊まりに来てとっても楽しい夏休みの始まりとなりました。あの次の日から静岡と愛知でイベントがあるので頑張って来てください。頑張って来てください。はい、来てくれたら嬉しいです。あの次の曲はあるすずの大好きな人のメロディーを歌いたいと思うんですけど、どうですか、髪気づきました？めちゃめちゃ切ったんですよ。めちゃくちゃ切ったんですよ。すっごく切りました。短い、短いよね。でも夏にはちょっとぴったりかもしれないから。はい、服もです。これ2回目な、あのこれ披露するの2回目なんですけど、とっても気に入ってる服なのでめちゃキラキラです。どうですか？ありがとうございます。はい、それでは次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。「違う人みたいと」
曲だと思う方もいると思うでしょう。でしょう。あの違うんですよ。オリジナルソングでウォークをするところができまして、君の手僕の手つないだら二人で越えて行こう。皆さん分かってますね。じゃあそこでやってください。よろしくお願いします。はい、分かりましたね。皆さん分かりましたね。はい、はーい、イエーイ。はい、じゃあよろしくお願いします。それでは聴いてください。君の手僕の手。オリジナルソング3曲目ひまわりとなっています。聴いてください。